なんだ。ちら、慎太郎さん？あれ？慎太郎さん、貨物と、あの、診察の扉のところ。おじさんやったんでしょ？やってません？まあ、待ってもいい。待ってもいい。僕、スキップ入れてるよ。あ、そうなの？プチさん変えたんだ。ん？うん、まあ、待ってもいいから。スッキリしてるの、マジか。はい、よろしくお願いいたします。なんかクルーばっかりだね。はい、今日はですね、高田村ね、宿舎脇から頑張りますよ。アルマ慎太郎で、うん、おいー、キッチンの木の下ぐらいです。光った下位位置は分かりません。そんな場所まで行ったんだ。2秒前デッド。ボタン連打してたのにカチッテデンってなったから。死んだ瞬間見た。おもじさん見た。お2秒前で立ち止まってるやつ。最終立ち止まってるやつ。おまとすはたが白です。おまとすはた白。はい、アスタリスクバイタルくらいでこの3人です。シェリフ使用してアルマくんにしろ。さすあ、シューさんにしろ。どうかな。あ、よかったよかった。うん、う、2秒前デッドなら宿舎エンジン宿舎間ですれ違って、うん、僕はノータスクキッチンまで行って発見だから。タケプテクドタカ。俺はエンジン配線で今ちょうど配線を3本目つなげて終わってる。今エンジン配線。この前はコックピット。コックピット脇、コックピットダウンロードからスタートする。今ってことですか、高田さん。今。じゃあ対抗かも。僕カメラ回したけどいなかったから。エンジン配線。3本分つなげて。コックピット脇で高田さん見てないっす。え？すごい対抗。これコックピット脇でそのままあれだよ。ダウンロードいってるよ。まあ、1秒ぐらいは待ったかもしれないけど。マップ見てそのままダウンロードいってっていうルートだから。玉堂さんとメインホールで一緒に置いてて一個分からぬ。まあ、足湯さんは見落としがあるかもしれないけど、カメラではもういないって言うんだったらそこが絶対対抗だから、そこ釣りでいいんじゃないですか。とりあえずいない。竹尾、うん、さん、ちなみに次ルートに行く前に秒数何秒カメラ見ました？4秒ぐらい見たと思う。あ、4秒ぐらい。停電中。工藤さんってどこって言ってた？エレキの8番です。はい。これ、どうなんだろう。え、最後に見た、オニキ、そのエンジンを。うん。まあまあ、最後ではないけど、少なくとも2秒前ぐらいにはエンジンはさらっと見てるから、3本つなげてんだったら絶対見てると思う。あ、まあ、ローラーはするかな。オニキと？え？しないの？オニキとのローラ？見てそうじゃない？だって。関係ないけどね、別に。マットでもいいよ。はい、はい、全然竹雄さんがマットでも別にいいと思ってるんですけど、ローラーは。むしろ竹雄さん人外ならマットの方があると思うんですけど、うん、でも別にいいと思う。で、まあその時はもし見つれがあったら高田さんクルーの補正があって、うん、クドハタにいるって感じか。いや、僕はあ、そうだね、クドハタさんバイトリストで言ってますけど、僕があるね。クドプテ、プテさんも疑ってないんだよね。だって宿舎でプテさんと一緒に巻いて金庫まで一緒でさ、そっから宿舎で別れてキッチンまで行ってするかあんま持ってないんだよな。え、宿舎脇のプテさん？僕宿舎脇だよ。アルマと一緒だよ。うん、アルマがそこを右行ってるのを見てるよ。まあ移動は上と思ったけど、まあまあ、まあ、左に展望ダウンロードしか入ってたタスクがないね。少なくともプテさん一歩下だったら僕とかアルマくんとかアシューさん全部白出るの分かってるだろうから、あんま、あって待ってくれ、プテさんに。
そう、まあ、はたは、あの、停電の前くらいに、あの、エレキのアスタリスクだから、あの、お前さんのバイタルがどうであろうと、多分届かない、届かない。そう、届かない、届かない。そう。まあ、一旦今日は、竹尾さんがスキップを確認しますか。ん？スキップ絶対ないでしょ。確定でするみたいってこと？絶対するべきじゃない。高田さん、多分クルーっぽく死んでるし。なんか雰囲気、まあ、ちなみに宝さん自身も竹尾さん対抗微妙そうな反応だったからカメラ消化見た人っている？あ、見てない。見てないんなら釣らなくて、まあ、じゃあ竹尾さん釣るならもう一度ボタン欲しいな。うん、一応これさ、さっきもちょっと言ったんだけどさ、まああんま参考にならんかもしれんけど、開始10秒で直進してるか立ち止まってる人いたら教えてほしいんだよ。まあ、停電、ガン連打してるから、インプスターは。僕、ボタン連打してて、押し巻きてるから。ああ。まあ、だから、サボ画面開いて連打してる人がいるのよ。だから、それが誰かが知りたいから、まあ、わからないか、言っても。うん。わからない。まあ、覚えてないからね。そう、記憶新しいうちに聞きたかったんだけど。あ、でもさっきのトスオマハタで、あ、でもアスタリスクで押せるか。まあでも連打してなさそう。トスオマハタはなんか。ガチで連打してるやつがいるんだよな。まあ。うん、その論だったら僕目線プテさんは違うっぽくなるけど、まあ。相方が押してる可能性もあるし。まあ、連れてることになるかもしれない。ずれ見ようか。ないね。え？道ずれなかったよ。おいおい。まあ、なんかヒューマンエラーはあんま起きてないんで、基本的には高田さんが我がインポスターで良さそう。はい。いや、これな、結構強いと思うんだけどな。俺ちょっと聞き切ってなかったんですけど、慎太郎くんってシェリフって合ってます？これ、うん、合ってます。はい。でもアルマくんのその論が本当だったとしても、なんか高田さんがインポスターだったらそのサボをしてるね。その場合は残ってるインポスターがあんま関係ないから。 いやいや、キルしてる人は押せないと思ってるから連打。あ、まあいや、いけるか。テレ入ってだいぶ長かったからいけるか。押した後キルしてるが、あ、そうそうか、いけるか。できちゃう、できちゃう。ただその発想自体は結構いいなと思ってるんだけど、ね、くねくねした動きしてる人は押してないだろうなと思う。エレキのガチャガチャとか。あ、そう、エレキ行く。あとはトス。慎太郎さん、あれどこいた？そうだよね、近いよね、この辺だよね。慎太郎さん、貨物と、あの、診察の扉のところ。貨物と診察のところ。まあ、おじさん、貨物と診察の間、扉のところですね。まあ、おじさんやったんでしょ。やってません。ごまさん、どういう感じですか？俺はでも、貨物の金庫から出てきて、診察のダウンロードして、エレキに行くときにプテとすれ違ってるって感じ。うん。おまおじさんとすれ違って瞬間にバイタルを見たときにはもう死んでて、エレキぐるっと一周して死体なく、右側に行ってるんだったら、まあ、おまおじさんがちょうど来たときに死んでるぐらいだと思うから、やっぱおまおじさんが一番怪しいけど、まあ、確定ではない。僕から工藤さんに白出せるかな。じゃあ、ありがとうございます。停電入る前ぐらいにメインシャワー管ぐらいで会ってて、でそこからぐるっと回ってアーカイブラウンジ貨物で停電が直って、そのまま下に走ったら発見って感じだ。停電直した人が、から僕にも出してもらえるから、メインシャワー管。停電前にエレキからメインに上がってますね、橋江さん。エレキからメインに上がってます。はい、タイミングで3秒前のアドミンがあります。はい。エレキさん、貨物2、シャワー1、ミーティング1です。エレキさんの人。はい、ミーティング僕です。エレキが駆動。
フォーマーアッシュですかねこれって。いや、エレキさんの1は僕です。で、ミーティング1が僕。で、アルバさんもいいね。あ、もっと。あ、もっとがしたいと、畑さん。太郎さんかな。うんうんうん。まあ、おまおじさんかな、やっぱり。俺って、やとしたら、2秒前って言ったことによって、足プテで白取りやったじゃない。さっき。うんうん、狭めてることになるけど、まあ、いやどちらにせよ足さん白かな、2秒前じゃなくても。じゃだからまあまあそういうこと、まあもう言うことマジそれぐらいしかない。じゃあこれまあ待ってもいい、待ってもいい、僕は自作、まあのセルフとかも普通にあるし、まあ自作セルフもある、まあ一応ね疑わしいだけです。自作セルフあんまやってなさそうなんだ。あでも唯一釣りの扱えるからスッキリ釣りでもいいんじゃない。クルーのスッキリ釣りでもマジか。僕スキップ入れてるよ。俺もスキップ。あ、そうなの。え、プテさん変えたんだ。うん、まあ、あってもいいから。スキリズリしてるのマジか。オーフオーフオーフちょ、勘弁してよ。言ったやん、言ったやん、スキップの方がいいんじゃないのって言ったやん。絶対手で直そう、これやばいよ、これこれはね。え、道連れもないんだ。ブルーを連れちゃったわけですよ、4票の皆さん。僕は家出しっぺですけどね。めっちゃ心外だと思ったけどな。どうですか4票、誰ですか。俺も出てたよ、出てた、はい、プテハタお前以外、うん、私はいると。犯人はこの中にいる。あれ白で出るのって誰だっけ。もう私自身はアルマさん白、僕から工藤さん白、アシュさんしか余ってないね。僕ミーティングの情報を出す前からサントスさんがアドミンで当ててくれたから、サントスさん全く疑ってないから、うんうんうん、まあイビルがワン、ジェイラーか、ジェイラーがワンチャンぐらいじゃない。まあほぼ疑ってないけど、一応アドミン情報のシャワー位置に当てはまったけど。え、シャワー位置プレさんじゃない。うん、僕はエレキだよ。あ、エレキか、うん、アッシュどっちか。アッシュさんはだからあれだよね、僕とエレキだったと上がメイン上がったってこと話だよね、要は。そう、ほんで工藤さんと僕はそこで合ってる、すれ違ってんのメイン上で。うん、エレキメインのはしご上ですれ違ってますね、うん、まあ、そっからベンチで飛んで。正直僕あのまま残ってても絶対おもじさんに投票してたから、まあ別にもうしょうがない釣りだったと思っちゃうけど、うん、貨物のどこだっけ、もう一回紹介ちゃん。あ、貨物と診察の扉のとこですね、なんか弁当の隣ぐらい。おお。で、多分停電直した人がいなさそうだったから、慎太郎さんが多分直してて、そのまま下にちょっと移動したのかなっていうふうには思ってたけど。ラウンジから発見ですよね、あたすこです、うん、扉は閉まってたんですか。貨物、開いてました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 、開いてます。まあ、慎太郎くんが開けてる、エレキから行ってる、慎太郎くんは8タスクで僕すれ違った。あ、慎太郎がバイトル側に行ってるのも見てる、ダッシュさんは。うん、バイタル側かは分からんけど、勝ちで一緒にやって、僕は左にそのまま抜けて、うん、不動産だったんで。まあ、週3シャワー弁当かな、じゃあ。どうなんだろう。いや、無理か。間に合わないか、それは。うわぁ、むず。バイタル情報なんだっけ、ね、時間的に、片山に見られるんじゃないかな。7秒前には死んでたぐらいかな、確か、バイタル情報的には。7秒前やったら、僕、多分不動産と会ったぐらいかな。おそらく。微妙もちょい前だったと思うんですよ、7秒よりは。ごめん。畑さこって一直線でレポート発見？そうです、工藤さんと会ってからは一直線。畑さんスキップだからな、疑えないな、あんま。そう、まだ手もあるし、足湯さんもあるなって思ってたから、スキップ入れた。いやー、これは。ごめんね。あんなに釣れそうなターンでスキップ入れるやついる？いや神棒だな普通に。てか、エプテさんがあんの？なんか僕話聞いてたらコマとすれ違って
じゃあオマと会ったタイミングでバイタル見て死んでてっていう話をしてたから、うん、で3キルできるんやったらオマが死体を見てるんじゃないと思って7秒前よりも以内に死んでる。バイタルをおまおじさんは見てないから、あ、じゃなくてあの貨物の方から来たってプテさんが言って、そうだよ、おまおじさんが貨物から来てんのよ。でもおまおじさんはバイタルを見てないから、そのバイタル情報を用意するプテさんがキルしてる可能性がおまおじさん知らんの上ない、うん、え、っていうかあれじゃないの、そのおまおじが発見するんじゃない？おまおじさんが慎太郎を見てないのはおかしいと思います。確かにね、その、うん、バイタル側に死体が本当にあっておまおじさんが貨物バイタルって来てるのに、だからハタプテのどっちかは人外じゃない？だっておまおじさんのクルーが確定してさ、弁当のところにさ肉があってさ、そっからさ7秒くらい経って7秒前で死んでたでバイタル前まで行ってたどり着いてるから、バイタル情報が嘘か、ハタサカの情報が嘘だから、プテハタにどっちか人外はいると思う、マットか分かんない、うん、ごめんごめん、もう一回言ってもらっていい？ハタさんがなんで、ハタサコくんが貨物バイタル館に発見してます、でしょ、うん、で、おまおじがそこを通ってきてます、通ってきてる。でもおまおじさんってなんかダウンロードやってるみたいなのがあったっけ、バイタルで。確かそうだよね、言ってた？ダウンロードしたの？俺も聞いてない。いや、なんかタスクやってたみたいなこと言ってたと思う。バイタルか貨物かわかんないけど。だから見ないことはあるんじゃないですか。でも、てか、まあ。まあ、構わんけど、僕はハタさん疑ってないですね。おまおじさん釣りに仕掛けたのは確かに僕だけど、スキップ入れてた、ハタさんもスキップ入れてるから。あんま疑えないんだよな。だからここローラーってミーでなるんだしな。プテさん人外だとしても何がしたいかよくわからん人外になってんだよな。おまおじさんに仕掛けてか、スキップアドミンにわかる。それやったら実験はアドミンのサントスさんが嘘ついて、アルマ君とかがインポスターとかそういう感じだ。あと結果的にだけど、まあ竹田かどっちかにインポスターがいると思うんだったら僕の発見で結構言ってると思う。で、工藤さんだけは絶対ないと思う。工藤さんだけ信じてる。僕とプテさんと挟まれてるから。ケイちゃんあるならマットかなとは思うけど、うわ、足さんもボタン白いんだよな。いや、プテさんのマットことないと初手のレポートかなりギャンブルなことすると思ってるから。どうあるかこれ、まさかの僕インポスターはプテちゃんあんま打てなかったから、じゃあいやこれむずいわ、このボタンいいな、どうしよう。工藤。あ。おお。救われた。タスク絶対終わるわ。俺きついっすね。結構俺クザきついです。私も厳しいより一分半だよね。んちなみに工藤さん、まあ、次第全然疑ってないですけど、今どういう感じだったんですか今、昇降機左であって、宿舎の下の段路でまずやってたんですよ、うん、でその時に足湯さんが、宿舎下右って開けていくのが見えて、足湯さんボタン確か消火したよなと思って、うん、一応気になって、あの一応容疑者でもあるじゃないですか、うん、でミーティング行こうか迷って、一回ルーティングはしごしたりうろっとしてからミーティング登って、その時プテさんと確か一緒だった、うん、そういう動きか、確かになんかミーティングじゃなくて思考後期左でうろうろはしてたから、なんか何やこれ、うん、一瞬迷いました。あ、私といえばマットな、うん、私手で直したからマットなくなった。そういえば初のことって貨物上側から発見してるよね、走って。そうそう、走って、まあ、やっぱね、トスタール疑ってる足プテのどっちかに人がいると思うよ。絶対入り込めないから、シャワーにアシュさんがいて、バイタル側にプテオマがいて、貨物上からハタサバが発見だったら、そもそもこの2人絶対入り込めないから。そう、フォーメーション的に入れない。ちなみに疑ってないです。ワンチャンあるかぐらいです、本当。いや、トスタールあるかって言って。いや、あるかの、それあるわ、もう10% ぐらいのあるよ。なるほどね。あ、僕は思ってた。本命はまあ、まあ、でも足湯さんかな。うん、まあ、畑底もあった足湯インポスターあると思ってるし、畑底の短路もあると思ってるから、私はなんかどっちのパターンでも合わせた。まあ、僕、エデンっていうか、もうタスク結構割りかけなんで、どっかに直します。僕は足湯さんだと思ってるけど。まあ、でも。まあ、マットとかも考えるんだったらするか6人中に。え、マジ
サントスさんに合わせます。まあ、ありだね。うん、旗あるな。あ、さっきトスあるな、靴は。僕を釣ってもらってもいいですよ。僕もタスクちょっと結構しんどいで。え、釣っちゃう。それはダメでしょ。マスクで。ダメな。ダメだよ。え、どういうこと、どういうこと。いやだって足湯さん視点、自分が来るだったら強労残ってて。でも足湯さんマットだったら初対応ターン弁当入ってると思うから、僕足湯さん釣りたくない。ハッタさん行こうかな。じゃあハッタさんになるの。え、いやだ、マット警戒するならね。あ、むずごめんね、ぐちゃぐちゃになって。プした、まあ、停電はどっかに直します。プテさんどこ入れました、これ。入れてない。うん、むずまたさこ、なんで弁当の上立っとる。弁当タスクかな。え、メイン弁当タスク今やる、ありえないだろ。どんだけメイン通って無視してたのって話ですよね、これ。あーですよね、ですよね。撃て撃って死ぬ。タスク終わんないよね。終わらない。ふっちゃんはね、停電前ぐらいにメインにはいない。マジか、ハタさんスキップなの。ハタ C からじゃあ決めましょう。今日はもうどっちにしろ、うん、しかもその辺に僕持って、ハタヤ持った。ああそう、うん。アシューさんもいたんすか。え、っていうかアシューさんもいたんすかって、あの女性も一緒にやってたからいたでしょ。え、女性も一緒にやってないですよ。シャワーのところらへんにいたでしょ。まあまあまあ、シャワーには入ってます。シャワーには入ってます。これ誰が直しました？サントさん？あ、クドさんか。私ね、うん。だ結局旗足にいると思うんで。やっぱその今の視界のデカさ的にもアシューさんでいいわ。旗足強労っぽいな。だったらサントさんのことは絶対ないし、クドさん手で直してんだったら旗足で強労っぽい。強労と見えるか。あ、てかまあ余ってるのがそこしかないから。強労。やっぱ旗底を、あのね、旗底強だったらアドミン情報で貨物からずらしてないね。まあ、貨物内でずらしてるかもしれないけども、なんかもうちょいずらすかなって気もするから、旗底は強でレポートしてるのにね。素晴らしい。慎太郎さんのレポートしてるの。旗底ローの人がするけど素晴らしい。サントスさんがだって慎というかそのアドミン見てる人になったじゃないですか。うんうん、直してるから、うん、僕はマットやつ一瞬思ったけど、うんうんうん、そうそう、だからアルマックミーティングって僕もシャワーを打ったことは確定なんですよ。で、ベントで飛んでたら畑坂くんに見られるから、おまおじが通った後に畑坂くんが発見してるわけやから。まあでも僕も畑足だったら畑坂を投票しそうかな。プテさんが、アシュさんが間に合わなさそうみたいな議論をしてたから、まあプテさん死ぬんだったらキルできる方は畑坂なのかなって思っちゃうけど、俺もさっきのサントさんすぐに言っちゃいたもん。おまおじさんに投票してない人たち、僕から言うのも変だけど、別に、まあ、インポスターじゃないですよ。インポスターだったとしても、別に一理想は別にインポスターでもマットでも変わらないと思うんですよ。内通してないんだったら、おまおじさん残してて、おまおじさん現行犯で塗って、1キル半 PP の方がいいから、SG 残してスキップしたっていうのであるかなとは思います。いや、だから言ったと思うんですけど、それも容疑者が多いから決め打てる要因なんて何一つないと思ってるから、俺はスキップにしてますよ、あなたは。いやでもこれ初そこ待ったったらうまいな。いやー待っとか、安心してください、インポスターですよ。マットいないか。そっちです。え、あ、え、あれマットいねんか。おい、こんな長い間議論してたの。初手にバレバレのキルしやがって。そんな、あんなマットだと思わないや。マットしかねえだろ、逆に。クルーだと思うな、あんなことしてるやつを。マットあんなことしてるやつをクルーだと思うな、逆に。いや、俺の前で、あ、なんか遊んでるやつ。早くもう一戦行こう、早くもう一戦。もう行きましょう、じゃあ。はい。はい、もう、本当にマットだった。もう、耐えられない。